こんにちは、トコチャンネルです。今日は、ミンネでペーパーをね、たくさん買いましたので、たくさん？まあ、2箇所から買ったんですけど、たくさんっていうのかな？まあ、枚数は結構ある。買いましたので、紹介していきたいと思います。まずは、どうしよう。結構大量に入って買ったの。大量とか枚数ね、厚みで。チェックのね、ペーパー欲しいなと思って、自分でチェック印刷すると、ね、にじむで嫌やなと思って、買えやんかなと思っとったら、売っとったで。どんな、精度とか、上手に破かんとな。やめくらんと、こうやって紙につけてしまうで。どういう色合いやった？ここで切り替わりやな。ここで。よいしょ、ここで。ここで切り替わりや。表裏。なんかによく似た色に見えるんやけど、ちゃんと違うんです。ね。ここも違うし、こうすりゃいいな。こっちもね、若干違うんです。チェックのが欲しくて、シンプルなのが。ね。で、一緒にね、自分でね、チェック作って、印刷に出す。前も言ったと思うけど、印刷に出そうかって一瞬考えたんやけど、いや、そんな絵もよう作らんぞと。こういうね、チェックのサイズとかさ、そういうのもどのぐらいがいいかっていうの、自分では、人様のを買って、ね、やっと、なんちゅうの、って思える、こうやで。こんな感じ？この、両面印刷で、多分、25枚ずつだったかな？で、両方で50枚。っていうセットで売ってたのを、見つけて買いました。はい。ちょっとね、印刷しようかどうしようかと思ってたけど、私、印刷しても人に売れるようなクオリティのもの作れやんし、印刷、なんか、少数からでもいいですって書いてあるんやけど、それが本当にお得かどうなのかもわからん。友達にね、もう今やってないんやけど、ご両親亡くなって、印刷の会社をやっとって、印刷の会社って書いてあるな。やっとって友達がおったもんで、その子にちょっと聞こうかな。今、ちなみにその子は税理士なんやけどね。税理士で多分事務所持っとると思うんやけど、同い年だけど、女の子なんやけど、女の子とかもう、50歳で女の子と言わんな、おばちゃんやけど、多分独立してると思うんやけど、勤めとったかな。まあ、税理士になると思うんで、多分自分自営やっとんちゃうかなと思うんやけど、で、実家もね、実家っていうか、高校生の時の同期生もで、その子、高校生の時はね、その、お家がね、印刷屋さんっていうか、印刷会社しとって、めちゃめちゃ金持ちやったん。めちゃめちゃ金持ちなんやけど、その、なんていうの、成金みたいに金を使う、成金っていうの言い方かしら。なんていうの、その、金をバンバン使うような家じゃなくて、どっちかっていうと、すごい、自然食、要は、まあ、会社があって、家があって、テニスコートがあって、畑があるっていう敷地なんやけど、すっごい広いやろ？家もでかいんだよ。遊びに行くと、手作りのケーキを出してくれるとか、買ってきてとかじゃなくて、結構ね、食べ物も畑で採れる野菜をメインとか、そういうね、ヘルシーな生活をしてることでね、すっげえ金持ちやと、だけ覚えとか。金持ちね。金持ちなんやけど、本当に。よっぽど私の方が無駄遣いいっぱいしてる。で、同じ人から、このレース柄のペーパーの、これもね、セットで、売ってたんで、ね、やったーと思って、一緒のところで買えるとか思いながら、セットのをね、購入させてもらいました。よいしょ、なんで友達の金持ち自慢を私がするんやって感じだね。ね、でもその子ね、ほんとすごいよね、税理士。ね、資格取っちゃうんやもん。経済系の大学行って、科目免除じゃなく、普通の文系の短大行って、5教科、税理士5教科あんやけど、5教科全部合格しとる。すっげえよね。頭ええ。よくさ、時系でやっとったりでわかんないけど、監査に来る先生って、みんな先生って一応呼ぶんやけど、資格持っとる人って全員じゃないのよね。資格、税理士の資格持ってなくて、税理士の先生が事務所開いて、そこに働いとる。まあ、一教科ぐらいと取るかもしれんけど、まあ、あるいは経済系の大学で取る人がおるかもしれんけど、そういう人たちが来て、先生って呼ばれとんねんけどね。
友達は本当に近く。このチェックがあるんだけどね。でもね、可愛いやろ。このチェックも多分ね、こっちのチェックとまたちょっと色合いがね、違うのよね。で、あとこっち、ピン、これピンク系なのよ。で、こういう。なんちょ、ぽよぽよぽよ、なんかぽよぽよぽよって言ったらあかんけど、なんて言ったら、もやもや、もやもやじゃないな。こちらの星、ちっちゃな星柄ね。可愛くない？すごく。ね。ひひ。ひひってので喜んでて、私。こういうシンプルなのが欲しかった。なぜシンプルが欲しいかっていうと、さっきさ、さっきとかいっぱい、ダイカットメモとかシールとかいろいろ買ってるやん。ああいうのを貼りたいときに、背景に絵があると、貼りにくいの。ほんま。それでも貼っとるけどね、折り紙とかに平気でバンバン貼っとるけど、おそらくファイル作るときにこういうペーパーあると、表紙とかに意外にこういうペーパー持ってくると楽かなって、私は思ったのよ、一瞬。中のね、ページも、なんていうの。前は絵がいっぱい載っとる方が大好きやったんやけど、最近どうかな柄の方がちょっと使いやすいってことをちょっとね、気づき始めた。どんなんやで、あとね、こちら、おまけでいただきました。まだ開けてないの。ちょっと見よう。ただ2も開けやんと、と思って、受けるだけ受けて、全部バババで端に置いてあった。いつか撮影せなと思いながら。いやーいやーぽよくまって書いてある。あ、ぽい、ぽよくまね。これも見てない。なんやろ。ちょっと見て。これは、あ、ちなみにね、こっちは普通の紙で、これ、なんか持ったやつ、すっごい薄い、なんやったっけ、トラペじゃなくて、グラシン紙でもないと思うんやけど、そのぐらい、よりちょっと厚いぐらいの、なんか薄い、なんかこう、触り心地のいいペーパーと、ペーパー？うん。そ、なんかね、いっぱいくれとるやん。こんなにもらっていいの？これ、これ2種類と、ちょっと待ってね、ちょっと待って、ね、ちょっと、ね、手に袋がこっちだ。これは見せてんかな。あ、いいやな。コピーして使用。再配布禁止。あ、そりゃそうやわね。再配布禁止やわね。著作権も持ってらっしゃると思うんでね。ん？私がついているから頑張って。あ、これね。これね。うわ、役が書いてあるね。あなたの夢はすべて叶いますように。ね、ね、オールユアドリームスカムトゥルー。なんて書いてんだこれ。何？あ、ちゃんとお名前が書かれてる。こんなにいっぱいつけてもたわ。全然気づいてなかった。わ、かわいいペーパー。こんなん、普通に使える。普通のペーパーやで。結構枚数つけてもたんで。5枚もくれてる。めっちゃ嬉しい。これね、赤ちゃん。あっとるよね。うん。前言ったと思うけど、発音ね。地元のとこで赤ちゃんやね。赤ちゃん。これも、あ、ちょうどね、この赤ちゃんのちっちゃい版。これもさ、こうやって切り取って使っていいよってことやね、きっとね。いいよっていうか、だから、コピーはすんないけど、切り取って使えるってことね。怖い。あ、大カットでベイビーっていう字あったやん。あったやんって。何があったやんって。これ、平袋とか作ったら、手触り良くないって、系良くないってか、良い系良くないじゃなくて良い系ね。いや、めっちゃ嬉しい。ありがとう。今言っても多分わからんと思うけど。よいしょ。袋に戻そうと、あ、破いてみた。戻そうと思ったらめっちゃぐしゃぐしゃになってた。ああ。もう、あれ持ってくればよかったな。クリアファイル。ちょっとまだね、ああ、嘘、やめて、それは出た。あ、やばい、マジでやばい。
破れてしもた。破れてしもた。これ、破れてしもた。入れやんとこ。うわー、でも平袋にしたら分からへんやろ。販売には使わへんで。パッと見く声で分からへんやろ。分からへんやろって。やっちまったなー。せっかくもらったのに。でも分かりにくいよね。いいよね。泣くな。間に挟んでこう。で、続きまして、まだ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 。これちょっと端置いといて、よいしょ。これもいただいたの。あ、かわいい。メモかな？もうね、こういう袋、こうやって開けやんとこうやって切った方がいいよね、きっとね。ここに糊がついてない場合は。私、いつもああやってね、くっつけてペーパーね、ダメにする人なの。うわ、メモもいっぱいくれとる。うわ、めっちゃ嬉しい。これね、くっつけるやろ、すぐ。ほんとね、ドジなんよね、そういうところね。はい。この袋も可愛いから、ちょっと置いといてもいい？めっちゃ可愛くない？はい、続きまして。もう一箇所でね、また。これもね、今度はクリスマスセットっていうのかな？うん。みたいに売ってて、可愛いと思って、たまたま見つけて、全然フォローしとったわけじゃなくてね、たまたま見つけて、めっちゃ可愛い、買おうと思って、なんか、そう、セット、コンプセットみたいな感じでセットで売っとって、それを買いました。まず一つ目が、何、クマちゃんっていうのかな、これな、わからんけど。これね、あ、こういうのめっちゃ嬉しい。私、ひっつけるで、こういう風になって、乗りついてない人。これトレペなの。可愛いかな。何色かあったんやけど、さすがにね、セット二つ買っとるもんで、そんなにトレペはやっぱ高いやん。そんなに買えんくて、もう一種類だけにしようと思って。これでね、なんだっけ。ジャバラね。ジャバラが出てこへん。もう、あかんでたろ。ボケ老人になってきとるよ、私。で、あと、この、かわいいセットでね、こうやって。こういうのってさ、ね、表紙、使って、ここ、これカットして、中のね、デコレーションっていうの使ってもいいし、もちろん広袋のね、センターにして使ってもいいし。ね、めっちゃ可愛くない？で、こっち、これがまたいろいろね、あって可愛い。そう、昔はこういうペーパーが大好きだった。このシンプルよりね。絵のちゃんと入っとるのが。だけど、これはこれですごい好きやし、こういうのなんと、使えると思うし、こういうのもあってもいいと思う。だこういうのの組み合わせがええかなって、偉そうに言っとるけどね。めっちゃ今偉そうに言ったけど、この偉そうに言えるほど立派なもん作っとんのかって言われたらすいません、作ってませんって言うけど。でも私なりに頑張っとんの。あとメモがね、これついてて、このくまちゃんシリーズね。3種類でね。こっちが書ける。こういう風にね、書けるように。裏がね、書けるようになってます。で、次のクマちゃんが、またね、違うデザインのクマちゃんがあって、まずね、どっち出しとく？真ん中にしとくか。ちょっと待って。今度はね、この、ふわーってしたクマちゃん。好きなんて。これもこう、二つね、平袋に、のセンターにもできるし、まあこのね、カバーでシュワー切って表紙にしてもいいやろうし、うん、クリスマスファイル絶対作りたいわーと思うんやけどね、この見とると。見とるとっていうか、だからそのつもりで買ったんやけどね。最初作らんって言う、ハロウィン終わった時に作らんって言うとったのに。すぐ意見変えるんやで。よし。で、メモも買いました。3種類入ってるんです。ここに、こういう絵ね、裏は買ってかけます。めっちゃ可愛い。ね。で、これか。めっちゃ可愛くない？うん、めっちゃ可愛くないもん。で、あと、おまけつけてもらいました。多分シール。で、これがメモかな？ね、この、どっちでもない、この可愛い、こっちタッチっぽいけど、こっちタッチっぽいような
クマちゃんとこっちタッチっぽいけど、ちょっと違うクマちゃん。ね、そう、クマちゃんいっぱいデザイン持ってるんやね、この人。すごいな。はい。ということで、またね、紹介するのに、紹介で興奮してどうすんや、私って感じだね。いっぱい買いました。頑張って。ね、ね、デザインペーパーね、もう、アホっちゃうっていうぐらい今あんの。正直、もう使わんなって思うやつをね、処分しようかなって思うぐらいあると。うん、でもね、見ると欲しいの、バカ野郎。まあ、そういうこと、そういうことで、そういうことでね。はい、頑張って、なんか作ります。はい。ちゃっと進みましたが、以上で、ペーパー類。これはミンネさんで、両方とも、こっちもね、こっちのクマちゃんもミンネさんで買いました。はい、以上で終わりたいと思います。最後までご視聴していただきありがとうございました。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。